はい、よろしくお願いします。今回は中学1年生の英語一般動詞丸2基本編をお送りします。で、前回から一般動詞が始まって、で、前回はルールをやりました。で、今回は基本編ということで、まあ単語の知識を増やしたり、まあ文章のね練習をしていくっていうことで、全部で14問ありますので、ぜひね一回動画をここで止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安なところがあれば、今からね自分が全部答え書いていきますので、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まずポイントの方からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、前回は単語を3つですね、like と、play と go かをねやりました。で、今回はそれプラス8個やっていきます。で、まず1個目、呼び方もぜひね一緒に覚えてください。これ have と言います。 have で、 have はこれね結構いろんな意味を持ってるんですけど、一つ有名な意味としては持っているんですけど、持ってる、ちょっと変なのになっちゃったけど、意味としては持っているです。例えば、ボールを持っている、ペンを持っている、みたいな感じで使ってください。あとは、兄弟がいるとかっていう時にも使うんですけど、ひとまずは持っているで大丈夫です。で、次が、eat です。eat。で、eat は、食べるです。まあ、物を食べるですね。で、次が、study です。study。で、study は、今のみんなの状態だね。勉強するです。勉強する。study で勉強する。で、次。これ読み方が make と言います。make。まあ、女の子だったら make するっていうその make です。で、make は意味が、これもね、いくつか意味があるんですけども、一番有名なのは作るです。作る。で、これはですね、塾講師時代に、この make の覚え方を紹介した先生がいて、知り合いのね。で、女子生徒に嫌われるっていう、ふざけてね、嫌われる事件があったんですけど、ちょっと紹介します。これ、メイクって、ローマ字読みで、マーケって打つんですよ。マーケね。MA でマで、KE でケだから、マーケ。だから、マーケメイクっていう風に覚えろよって言って、確かに覚えやすいんですよ。マーケメイクって。覚えやすいんですけど、女の子ごめんね。気分返したらごめんなんだけど、よかったらそれで覚えてみてください。で、次はスピークです。スピーク。で、スピークは、話す。スピークで話すです。で、次が、watch。watch です。まあ、妖怪、ウォッチとかで言うのね、ウォッチ。だから、時計って意味もあるんですよ。これ、watch で。だけど、ここは動詞で今やってるので、動詞だと、見るになります。見る。あとは時計って意味もあるんですけど、これで watch です。watch。で、次が、look です。look。で、look も、実は、見るなんです。で、ここの違いは後で説明します。look も見る。で、use。これで use って言うんですけど、これで、use は使うです。また使う。いいかな？で、今回はもちろんこのね、単語の意味を覚えてほしいっていうところもあるし、で、今回、なんだろう、動詞を結構並べたんですが、みんなの教科書によっては習ってないのもいっぱいあると思います。この段階で。で、その、なんだろう、習ってないところを覚えるべきかどうかっていうところはみんなの判断に任せます。ただ、個人的には、ここに載ってる動詞、中学校3年間では絶対に覚えさせられます。てか、覚えなきゃいけないものなんです。動詞はね。すごく大切だから。だから、今ね、後でやるものを、今覚えてもしょうがないし、って思うんだったらスルーしてください。ただ、個人的な思いとしては、先に覚えて、ね、悪いことはないので、ぜひね、よかったら覚えてみてください。で、英語の発音、まあ、発音までやっちゃうとね、ちょっと細かくなりすぎちゃうんですけど、ちょっと2個だけ紹介していいですか。これ、ね、さっき watch ありましたよね。これ ch。これでちって発音になります。これ覚えておくといいです。いろんなところに出てきます。ち。で、あと、この look。これ、o が2つ重なるやつ。これで、今、look はうってなるでしょ。look って。うってなったり、あとうってなったりします。発音としてはね。まあ、他もいっぱいあるんですけど、まあ、よかったら2つね、予備知識で覚えておいてください。じゃあ、行きましょう。じゃあ、まず1番。私はテレビを見ます。です。で、まず、TV。これがテレビなんでカットしておきましょう。残ってるのは、私はと見ますです。で、まず、英語は主語。先に書くべきなので、主語は誰かっていうと、私は。私はって何かっていうと、愛ですよね。愛から始まる。で、残ってるのが、見ますです。見るです。
で、見る、さっき2つありました。watch と look。で、ここではどっちを使うかっていうと、watch を使います。だから、I watch TV って言います。I watch TV。で、ここで watch と look の違い紹介します。で、厳密に言うとすごい細かくなるらしいんですが、まあ、簡単な覚え方として、watch、こっちは基本的に動いてるものに使います。で、look は止まってるものに使うとよく言われます。で、もしかしたら、もっと詳しい説明をコメント欄で書いてくれてる方がいるかもしれないので、見つけ次第ね、こう固定コメントに、特集しておこうと思いますので、まあ、ひとまずは、watch は動いてるもの、look は止まってるものって覚えるといいです。で、中学の間で、watch TV、これはもうセットのようによく出てきます。で、まず覚えちゃうといいです。watch TV。テレビを見るは watch なんだって。テレビの中動いてますよね、画面が。で、look は、例えば、これね、look、そうだ、どこ、右に出せるかな。これね、前回 go の時に go to でよく使うよって話をしましたよね。 look もこれと一緒に使うんです。 look at、 look at、 これセットで覚えておいてください。で、例えば look at this picture、 this picture ってこの写真って意味なんですけど、この写真見てって写真止まってますよね。だからそういう時によく使います。 look at this picture みたいな感じで。で、 look っていうのは結構ね、ややこしいっていうか不思議な単語で、at を後ろにくっつけると今見るになるんですよ。 look at で、例えばここに for、 look for になると探すになるんですよ。結構後ろにくっつくものによって意味が変わったりする単語なんですが、ひとまず look で見る、今の段階では look at でよく使うんだっていうことを押さえておいてください。いいかな。では戻りましょう。10番 I ほにゃららほにゃららギター、愛があるから私はカット、ギターがあるからギターカットします、残ってるのは弾きます。で、これは復習問題です。ここにはないですね。前回やりました、楽器を弾くとき何を使うかっていうとプレイでしたね。で、プレイにはスポーツとかをするっていう意味と楽器を弾くって意味があるんですけど、楽器を弾くときはプレイの後にザが入るんだよって。play the 楽器で play the guitar、 今回だったらギターを弾くという意味になります。で、このギターなんですけど、これね、まあ今ね、書き方ぜひ覚えてほしいんですが、この部分ギターの AR 最後、これ結構間違いやすいです。なんでかっていうと、英語で最後 R って伸ばすものいっぱいあるんですけど、伸ばすものってこれが圧倒的に多いんですよ。 ER で伸ばすときが R って伸ばすときね。でもギターは AR なんです。でも今の段階だったら、あ、AR ですよねって思うかもしんないんだけど、これから先ね、いろんな英単語を習っていくと、ER がいっぱい目につくの。だから、こう、久しぶりにギターに帰ってきた時に、あ、R って伸ばしてるから ER だよねっていう風に間違いやすいんです。だから、ギターに関しては AR だと、最後はね。っていうところを押さえておいてください。こんなんでね、書き間違って得点落とすのもったいないんで、ぜひお願いします。では11番いきましょう。私は数学を勉強する。久しぶりに全文です。線がね区切ってないんでいきましょう。まずは主語、私はから書きます。私はは愛です。で、主語の後に動詞ね、主語の後に動詞で、動詞何かっていうと、今何してるの、私は勉強してると。これは動詞です。私は何をしてるの、勉強してるので、勉強する何かっていうとスタディです。だからここにスタディが来ます。前回も言ったように、I を書くとどうしても am を書きたくなる。まだこの段階だと、I am って行きたくなるんですが、今は勉強するっていう一般動詞を使いたいので、こっちが優先。だから、am は書きません。一般動詞と be動詞、一緒に使うことはできないからね。これで、I study、私は勉強する、書きました。何勉強してるの？数学です。だから、数学は、これで OK、ます。で、忘れずに、period。書いて、I study math。私は数学を勉強する、完成となります。では、12番です。ここからちょっとね、他の一般動詞以外の知識が入ってくるんですけど、よかったらセットで覚えてください。私は7時に夕食を食べます。まず、I があるんで、私はカット。dinner、これ夕食です。カットします。7、これ7ですね、数字の。で、今、7なんですけど、7時って意味です。ここ。その7ね、7。じゃあ残っているのは何かっていうと、まず食べますだよね。私は何をするの？食べるのって、それが抜けてる。じゃあ食べるは何かっていうと、do you eat? こう eat だね。だから、I eat。
I eat dinner。 これで私は夕食を食べるが完成です。ここだけでも十分なんですけど、今は7時にっていう、そのこの時間にっていう言い方を覚えてほしい。あ、今7時にが、これがまあ抜けてるんですけど、時間ね、この時間にっていう時は何を使うか、これを使います。 at です。 at、 さっきはルックアットの at と同じですね。 at 時間にすることによってこの時間にと言い方ができます。例えば5時にって言いたかったら at、 数字の5は5なんで5、 at 5って言えば5時にほにゃららしますということができます。で、時間に関しては基本的に文の最後です。ほにゃららするよっていうことを言った後に最後につけてください。 at 7 みたいな、 at 5みたいな感じでね、いいかな。で、次です。棒がね、3つあります。 I トントントンフレンチです。で、 I があるんで私はカット、フレンチはフランス語です。カットします。じゃあまず I、 私は何するの？話すと。私は話します。話すはどこにあるかっていうと、ここ speak。 だからまず I speak、 これで私は話しますと。じゃあ何話すかっていうと、英語とフランス語を話すんです。今回大事なのはこのとですね。と、英語と、二つ話すっていう時で、まず英語先に書いちゃいましょう。英語は English、 English は最初大文字ね。 I speak English、 ここで終われば私は英語を話しますで終わりです。ただ英語とフランス語っていう時、ほにゃららとほにゃららっていう時はこの単語を使ってください。 and です。 and、 I speak English and French っていうことで、私は英語とフランス語を話しますと、こういう言い方ができます。いいかな。何々とっていう時に and を使うので、これをぜひ覚えておいてください。で、ラスト、 I ほにゃららテニス、ほにゃららほにゃららです。 I があるから私はカット、テニスがあるからテニス、カットします。残ってるのは大好きですね。大好きで、これはですね、まず好きに大がくっついてるイメージでいきましょう。まず好きっていうのは前回やりました、 like です。だから I like tennis っていうと、私はテニスが好きですになります。 I like tennis、 私はテニスが好きです。それに強調したいの、好きじゃない、大好きなのっていうことを言いたいとき、何がくっつくかっていうと、文の最後にvery much、 very much です。これでとてもって意味があります。とても、だから私はテニスが好きっていうのに、とてもがとても好きだよって、だから like と very much がセットになることによって大好きという言い方ができます。だからこの very much はとてもっていう風に意味があるんだっていうのを覚えておいてください。いいかな。 I like tennis very much です。いいかな。今回はね、こう単語もボリュームがあったし、この文章を作るときもね、at だったり、and だったり、こう very much だったり付け加えたんですけど、ぜひね、一個一個、今回ちょっとね、覚えること数が多いんですが、一個一個覚えていってもらって、ぜひね、テストの得点アップにつなげてもらえたらと思います。で、最後ですね、ちょっと質問いただいてるんで、少しだけ話させてください。ここ、前回の動画もそうなんですけど、主語が I ばっかりなんですよ。私はばっかり。前回 you も一個入れましたけど、ここ、例えば、あなたはギターを弾きますっていう文でちょっと変なんですよね。だってあなたからしたらさ、あなたはギターを弾きますって、あ、うん、弾きますけどってなっちゃうから、結構ここはね、愛が多くなります、一般同士でも。みんなは he とか she 習ってますよね。彼はとか彼女はっていうのでも出てこないんですよ。なんでかっていうと、これ he とか she を主語にすると、一般同士 watch とか play とか形が変わるんです。形が変わるので、この勉強はちょっと先です、まだ。だから今は愛がすごく多くなります、ここに関してはね。だからどういう時に形が変わるのかとかも含めてそこで勉強するので、まず今の段階は一般動詞をまず覚える、使い方を覚えるっていうところに集中してもらって、で、その形が変わるのが出てきた時に、あ、このことだったのかと、ぜひね、思ってもらえたら嬉しいです。ではちょっとね、長くなってしまったんですが、今回は一般動詞丸2基本編をやらせていただきました。今回はこの辺で終わります。以上です。ありがとうございました。